夏休みの自由研究はペットボトルロケットなのです。本当に覚えていないの？どうして僕がクドの部屋にいるのか。私宇宙飛行士になれるかな。諦めなければきっと叶います。優勝した者にはロケットキングの称号を付与する。お前らバカだ。さあクド、ミッションスタートだよ。まだ逃げ続けるの？私は強くなんかありません。誰かに夢を語ることができるのってそれだけですごいことだと思うんだ。諦めなければきっと。行こうクド。ミッキー、クドが望めばどこまでも高く飛べる。思いを届けることができるんだ。カウントダウン、劇場版クドアフター。リキと一緒ならきっと何でもできます。